皆さんこんにちは。365日ずっとネガティブモンスターなアスカです。今日はですね、クッキーを作りたいと思います。先ほど買い物に行ってきました。私がレシピ見たのは普通のクッキーだったんですけど、今日はこれを溶かしてチョコレートクッキーも作ります。それでは早速やっていきます。はい、まずは無塩バター 50g を泡立て器でクリーム状になるまで混ぜていきます。いきます。バカじゃん、なんか混ざんねえやって思ってたら、そう、常温に戻さないといけなかったんだ、バター。はい、ちょっとレンジでバターをレンジでチンしてしまいました。これからクリーム状になるのかどうか知りませんが、やっていきたいと思います。はい、ここに砂糖 60g を入れて混ぜていきます。スタート。この混ぜ終わったやつに卵を1個加えて滑らかになるまで混ぜるみたいです。じゃあ行きます。はい、泡立て器で混ぜるとすぐ滑らかになりました。本当はバニラエッセンスを香り付けに入れるって書いてあったんですけど、うちのバニラエッセンス3年ぐらい賞味期限切れたんで、急遽もう一回これ作り直しました。やば。はい、次に薄力粉とベーキングパウダーをふるいにかけてヘラで混ぜるそうなんですけど、うちふるいがないんでこのザルを使っていきたいと思います。はい、200度の10分で焼き上がったクッキーがこちらで、めっちゃ手震えてございます。はい、親に大したこと言われました。いや、そんなの分かってます、食べるなって。じゃあまともなの食べよう。じゃあ久しぶりに作ったクッキーいただきます。うん、味は悪い、味は悪いじゃない、形は悪いけど、おいしい。このこういうのとか途中から生地こねる、型取るの面倒くさくなった証拠でございます。素朴でおいしい。チョコクッキー作るとか言ってたんですけど、面倒くさくなりました。これはね、バイト先のおばちゃんに食べてもらおうと思います。親にはあげません。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。